俺だ。こんにちは、神田です。本日は土曜日に行われるホーム愛媛戦についてお伝えしようと思います。愛媛の順位は22チーム中19位、勝ち点14、得点14、失点25です。で、今季の愛媛は433のシステムで、まあ、攻撃的なね、守備をしつつ、まあ、後方でボールを保持しつつ、相手のね、ディフェンスラインの背後を狙ってくるサッカーをしてくるのが特徴です。こう全体的に、高い位置を恒常的にプレッシャーをかけ続けてくるし、相手の自陣にこう押し込む、まあ、押し返すようなサッカースタイルで、敵陣でじっくりね、ポゼッションをしながら、テンポよく縦パスへのボールを供給して、相手の守備陣を揺さぶりをかけてきます。で、ルーズボールへの反応が早く、敵陣でこう効果的にボールをダッシュしては、こうショートカウンターを狙ってチャンスをね、多く作り出してきます。で、レノファーとしては、こう、慌てず、ゆっくり、愛媛の出だしを見極めながら、開始10分ぐらいはね、本当に、レノファーは、もう無理にね、ポゼッションにこだわらず、こう、シンプルに、相手の背後を狙うボールを入れて、こう、そこに対して、サポートの選手が入っていき、そこから、攻撃の起点を作って展開していった方が、まあね、開始早々失点をしないで済むんじゃないのかなと思っております。で、この試合はセカンドボールをどちらが奪うかがポイントとなると思うので、レノファは中盤で数的優位を作って、セカンドボールを是が非でも奪いたい。で、愛媛は前半15分から20分くらいの時間帯になると、まあ、先ほども言いましたけども、最終ラインでボールを落ち着かせて、ビルドアップのサッカーに変えてくるというか、まあ、つなぎのサッカーを始めてきます。そうなると、レノファはこの時間帯からもう前から激しくもうプラス、連続させていくべき。そうすると、愛媛は圧力に耐えれなくなって、まあ、ボールをロストしたり、パスミスをしたりと、そういうことが起こる可能性が高いので、レノファはそこで一気にこう主導権、試合の主導権を握りたい。で、最初の時間帯は、まあ、ポゼッションね、こだわらずって言いましたが、もう主導権をレノファが握れたら、しっかりね、ボールを保持しつつ、ピッチをね、広く使って、で、両サイドはもう幅をね、しっかり取って、使って、ボールを展開して、愛媛の守備陣に的を絞らせないようにしたい。で、愛媛は、サイド攻撃に対応できないところがあるので、モレノファはいつも以上に、こう、サイドを、中心に、こう、しつこく攻めていってほしい。シンプルに、こう、クロスを上げるのも全然いいんですけども、ペナルティエリアのね、手前の、まあ、角の付近と言ったらいいのかな。その辺から、こう、グランダーに、斜めに入れる、逆サイドへのスルーパスを狙ってみるのも、面白いと思います。で、そこに、浮田選手や、高井選手が絡んでいって、シュートというね、攻撃のチャンスを作れたらね、一番いいかなと思ってます。試合展開は、こう、レノファは、愛媛のね、藤本選手、近藤選手、前田選手、で、茂木選手をしっかり抑えれるかが、鍵になってくるんじゃないのかなと思います。この選手たちを自由にやらせてしまうと、レノファの、こう、しんどい時間帯が続くと思うので、自由にさせないようにマークをついてほしい。結構ね、
中盤から飛び出してきたり、茂木選手に関しては、サイドバックから結構ね、高い位置を取ってきて、まあ、前回の長崎戦のような感じで、サイドをね、制圧されてしまうと、レノファの得意なサイド攻撃が守備に追われてしまう時間帯が続くので、ここのね、主導権のサイドの、握り合いが重要になってくると思いますので、そこはね、ちょっとやられないようにしっかりね、やっていってほしいなと思います。で、何回も言いますが、本当にサイド攻撃が重要なので、で、愛媛は 4-3-3 なので、中盤のね、枚数が足りないので、ボランチの間のスペース、のところをどれだけつけるか、狙えるか、で、中盤の人数をかけてポゼッションができれば、レノファのね、優位で試合ができる、運べると思うので、そこはね、本当に時間帯によってはリスクを背負いながら人数をかけて攻撃をね、していってほしいです。で、守備はね、本当何回も言ってますが、玉際の部分で負けない。で、プレスは本当厳しく相手にしっかり行く。で、ディフェンスラインの裏のスペースはもう本当さっき、一番冒頭で言いましたけども、裏のスペース、愛媛は、ほんとスカウティングしてきてると思って、狙ってくるサッカーをしてくると思うので、そこの部分は、しっかりディフェンスライン、ゴールキーパーを中心に声をかけ合って、しっかり対応していけば、本当にね、愛媛に勝てると思っております。で、スコアでは、もう3対1で、レノファの勝利を信じたいと思っております。久々にね、ホーム。で、レノファの応援ができますので、しっかりね、応援に行って、レノファのね、勝利を信じたいと思います。頑張れ、レノファ。頼むよ。で、本日も最後まで動画を見ていただき、ありがとうございます。それでは、また、皆さん、ホームで会いましょう。